マイズミティープレゼンツ、ファンキルの今夜も絶好調。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分から月曜日から金曜日まで毎日お届け。今日も私スミ友美ゼナと今泉純プロデューサー、そしてモラルタベガルタ役のエリタスさんとサミーさんでお届けします。2つ目の質問はエリタスさんからモラルタの子供の人格で読んでもらいたいと思います。今泉さんに聞きたいこと、はい、私から質問させていただきます。はい、キル姫のスキルやパラメーターはどうやって決まりますか？子供だ、ね、純粋な子供がスキルのこと聞いてるね。大人ぶり、はい、これはですね、大体だから、何個かって新スキルを作ったら入れますと、はい。新スキル、例えば再移動のスキルとか、うん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 、新しいこういうシチュエーションで使えるスキルみたいなのは入れていって、積極的に導入して、戦況を変えるかどうかを見ながら追加していくかどうかっていうのを考えたりとか、あとやっぱ属性とか最近のトレンド、はい、マルチ対戦でどういう対戦があるのかとか、はい、っていうのって、例えば最近ツイッターで公表し始めてるマルチの利用率ランキングとか、こういうやつで来ると勝てねえよなみたいな、こういう防ぎ方があるよねっていうこととかが、要はこのゲームってなんで負けたかが分かんないとつまんないクソゲーだと思うんですよ。確かに攻略したいですからね。なんで負けた、どうしたら勝てそうなのかっていうのがないとクソゲーだと思うから、そういうのをちゃんと入れていくのと、あとパラメーターが意外とねランダム成長なんですけど、はい、意外とインフレはねファンキルはしてない方だと思ってて、3年半ぐらいしてる中で、けどその技と速さがやっぱ致命的な、前もちょっと話しましたけど、はい、致命的になるんで、割と技と速さを合わせていっているような感じはありますよね。そうするとスキルとか組み合わせでなれると。あと最近また型スキル入ってきたんだよね、いろんな型に需要がそろそろ出てきているんじゃないかなっていう感じと、あとまあ最近黄色と赤のスキルが余りすぎるという問題ありますけど、まあ、これコマンドスキルと解放スキルだとは思うんですけど、これスキルレベル上げても、要はコマンドスキルは回数が増えるのと、解放スキルはターン数が減るんですね、発動できるまで。これはおそらくマルチとかでそんなにターンとか回数いらねえだろう、むしろパラメータ強くしろっていう方が需要があるから、そういうスキルが減ってきているのは認識してるから。あ、届いてますよ、ここに考えてますから、しっかり、はい、よろしくお願いします。今後ともご期待くださいませ。はい、皆さんからの質問はツイッターで募集してます。はい、そして文化放送の番組メールからも応募できますので送ってください。ではまた明日。